商店に商店。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。というわけで商店に商店です。はい。じゃあ、よかったらお名前どうぞ。こんにちは。専属池でたこ焼き笛吹きをやっております、井郷と申します。はい。専属池の炭火焼き串の中島です。よろしくお願いします。はい。というわけで商店に商店なんですけど、はい、今日は雪が八尾塚シリーズというか3点目です、はい、そうですね。さっきまではハリアさんって方がいたんですけど、タッチ交代で、あ、すいません、はい、よろしくお願いします。はい、シロさんのお知り合いというか、はい、お友達、そうですね、昔から来ていただいてる、はい、方で、すごいいいお店なんで。美容室、そうですね、はい、美容室、あとネイルもやってるのかな。そうですね、はい、雪が八尾塚の駅もうすぐですね。そうですね、丸いて1分かかんないんですよ。30秒。そうですね。で、こちらがその2階のお店と、で、その向かいにもあるんですね。あ、そうですね。こっち、同じ系。はい。線路を挟んで反対側に同じく。姉妹店とか言ってましたね。そうですね。はい。美容室とネイルサロンとマッサージがある。はい。クーリンさんとイルラグーンさん。はい。はい。そちらの紹介です。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ行ってみたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい。こんにちは。こんにちは。はい。じゃあよかったらお名前よろしいですかね。美容室クーリンの川名です。はい。というわけで、シロさんはよく、はい、いつもお世話になってるらしいです。はい、美容室さん。はい。はい。はい。じゃあ美容室、ね、そうです、美容室です。はい、美容室。はい。はい、じゃあですね。こちらもありますけど、すぐ向かいにも。はい。こちらのイルラブーという建物の方は、はい、1階が美容室で、はい、2階がネイルとマッサージが入ってます。はい、はい、はい、ちなみにこちらの売りはとかセールスポイントとかありますか。そうですね、美と健康で、あっちの建物も合わせてプラス癒しをコンセプトに、うん、あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。こちらはできてどれぐらいなんですか。丸7年ですね。へえ、はい、あちらと一緒にできたんですか。いえ、向こうは姉妹店で4年経ちました。あ、なるほどね。はい、どうですか、7年やってみて。そうですね、たくさんの方通ってくださってるんで、はい、もうみんながこう綺麗になって笑顔になってお帰りいただけるのがやっぱり嬉しいなと日々感じながらやっているので。ちなみに志郎さん通ってどれぐらいですか。僕もう5年ぐらい。5年ぐらい。5年から6年間働いてる。初め来るきっかけは何かあったんですか。近くで働いてるんですね。どこで、はい、あ、なるほどね、はい、で、とりあえずバーッと知らないで入ってたんですか。で、オーナーさんがそのお店いらっしゃってて、あ、じゃあちょっと今度行ってみますで、切っていただいたからずっと、はい、切ったりしたものですか。あ、ずっとやらせていただきます。あ、そうなんですか。はい、ちょっとヘアスタイル見せてください。あ、本当にボサボサです。すみません、こんなんですいません。え、このヘアスタイルのポイントは何かある。ポイントですか。後ろの方が長いですよね。後ろ、まあ上だけ少し、うん、おしゃれ坊主ですね。おしゃれ坊主、はい、より白くもかっこよく見せるためのおしゃれ坊主で。なるほど、はい、はい、どうですか、雪が大塚で商売されて、うん、町はどうですか、町の感じというか。治安がとても良くて、うん、綺麗だし、うん、なんていうんですかね、お客様の層もすごくなんかこうゆったりとしてて穏やかで、子供たちも元気だし、はい、とてもいい町だと思います。はい、はい、専属湯の井郷さんは、この池上線沿線を盛り上げたいらしいです、ね、ああ、いいと思います。近所なので盛り上げたいらしいんですよ、はい、ぜひ。ね、いい感じの商店街なんかも、昔ながらの商店街。そうですね、うん、はい、はい、他なんか、この辺の商品とかはこう一応してもないですか。あ、もう髪を良くするためのもので取り揃えてるんですけど、うん、最近うちのオリジナルのシャンプーとトリートメントのシリーズを揃えているので、オリジナルなんですか。そうです、はい。うちのお店のロゴも入ってます。あ、本当だ。はい。これはじゃあここでしか。そうです。使えない。クーリンもしくはイルラグーンでしか購入できないものになってます。これだけでも買えるんですか。買えます。もちろんです。買えます。はい、使うとどういう効果があるんですか。そうですね、スタイルが長持ちしたりとか、うん、お肌が弱い方でも安心して使えたりとか。手触りを良くしたりとか。なるほど。はい。ちなみにおいくらぐらいですか。シャンプーが1400円、トリートメントが1600円、合わせて3000円になってます。なるほど。それに消費税入れていただける。
で、あの駅からも近いですし、はい、歩いてもう1分かかんないですよね。そうですね。30秒ですし、はいはい、あのホームページは詳しくはあるんですよね。はい、はい、検索で出てくるんですか。はい、トップで出てくると思う、はい、雪が代塚美容室で検索していただければ、はい、クーリンもしくはイルラグーンで、はい、両方ともリンクしているので、なるほど、ぜひよろしくお願いします。はい、はいはいはい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。